日本で今年で生まれ、各種一ノ瀬城1万3000予告を要する城主であった。龍騎の当主は天文元年6月24日であり、一森の創始した龍騎は3代にわたって体系化された。元和6年、御水郷天皇に龍騎の天壇を賜り、関白近衛公から宮中院に任じられ、木下砦海山の五輪士と冠の紫紐を排除した。宅の内流の小行術で紫紐を使用するのは古くから始まる。宅の内流は総合武術で砦海山の小行術をはじめ、憲法を割いて抜刀に合い、棒術、薙刀術、八角砲など500数箇条から構成されている。なお、8代目東一郎二義の遺志により、その嫡男、久種が分家して、東十郎家を設け、遊戯の哲学が絶えるのを防ぐと誓っていた。現在も、東一郎家と東十郎家には、当時の技と心が継承されており、この道場一帯は、竹之内流発祥の地として、岡山県指定史跡になっている。続きまして、
橋戸の天皇寺新宮天皇大塚敦史先生以下ご一問天皇寺新宮東東部の所長が本堂倉之助長寺が鹿島新総理を収め初めての江戸野源堀に道場を剣術、内術、柔術、根法、格闘、気合術等を含む総合武術。爆発級は天皇維新級四大将軍の近藤勇と、軍人の西方俊の六大将軍、京都で新選組を引き継ぎさせて、Thank you.